精神ぶっ壊れ系の続きでーす。ゆっくり実況、始まるよ。来ました来ました、前回の続きがやってきましたよ。高橋さんの続きだねー。今回もやべえぞ、マジでやべえぞ。前回の動画をご覧になっていない方は、ぜひこちらをご覧になってくださいねー。ってことで、今日もやきまろう。その勢いはどこまで続くかな？改めて今回の企画を説明しておこう。そうだねー。有名にも程があるこの作品。とにかく全クリを目指します。ふむふむ。コンティニューも無限に使うんだが、うつ主はが緊張の時にこのゲームをクリアしたことがない。ほう、どこまでやった記憶があるの？エリア2の途中までだ。ってことは今回は5の1からだから、すでに初見プレイ領域ってことだね。そうっすね。あと攻略情報も一切見ないでクリアを目指します。どんなに困っても攻略情報は見ないと決めました。無謀な。いやほんと無謀だったんだけど、とりあえず挑戦っすね。どんだけ難しいか、ほんと何も知らんかったもんだから、うっかり挑戦しちゃった。うっかり挑戦するゲームじゃないでしょ？うっかり挑戦してはいけないゲームランキング、相当上位に食い込むソフトだと、身をもって体感したぞ。調べてからやればよかったのに。それもほんと迷ったんだけど、どこがどう難しいとか、クリアまでにどれくらいかかるとか、そういうのは知らない方がいいかなって思いました。熟考の結果そうしたわけね。めちゃくちゃ迷ったんだが、やはりここはマリオ2スタイルで行こうと。初見プレイスタイルってことね。そういうことっす。ってことで始まりました。この位置から再スタート。このシーンは前回と被ってる部分もあるから、少しだけ時を飛ばしましょう。とにかく今回は初見レベルでクリアを目指したら、どういうことになるのか、クリアまでどのくらい時間がかかっているのかも、できるだけリアルな状況をお伝えするため、右の補足のところに、おおよそのプレイ時間を載せておきます。あ、名人のおじさんも何人消費したか、載っけてるんでよろしく。で、ここはクリアになるのかな？何かあるぞ。ミルクか。またあんまり嬉しそうじゃないね。5万点で1アップなんだが。そこまでいけませんけど？って思ってるからなぁ。リアルなやつだねぇ。そうだなぁ、リアルなやつですね。この2の始まりだぁ。よっしゃぁ、行くぞー。気合だけは一丁前だ。ここまで来たら気合しかない。コウモリね、危ねぇなぁ。いわぶねぇ。火の玉名人をキープしたい。今回はあんたの独り言が多くなりそうだねぇ。今回はっていうか、いつも多いだろ。自覚してるんだね。マリサ様を利用した独り言が多いチャンネルです。レトロゲー。独り言チャンネルです。また適当なことを。って言ってるからやられるんだよ。何を言う霊夢よ。まだまだー。うるさいわね。いつものことです。ってことでやり直し。早速斧ゲット、助かります。今度は慎重にだね。あぶねえ。って触ってたんじゃ？当たり判定に助けられた。さてここからだ。カエルかな？カエルさん、お疲れ様でした。調子に乗るとまたやられるってば。カラスさんですね。イージーです。っていう割にはやけに慎重じゃないの？初見ですから当然です。慎重さと冷静さ、そして瞬時な判断力、臨機応変な考え、すべてが求められるのが初見プレイなのです。それっぽく言ってるだけでしょ？バレましたか霊夢さん。スケボーが怖い。実は怖くて仕方ない。本音のやつだ。またヘビだ。そして岩、そういうことですか。理解しました。今度は手ぶらだ。卵の中身はどうかな？斧ですねー。てか蛇は無視していけばいいじゃないの。頭の中では半分わかっているんだが、なぜか倒したくなる。なんたってこの先に何が待ってるか、全くわかりませんゆえ。安全策を取っているつもりなのね。この日だって、私が攻撃しなければ飛んでこないからなぁ。って言ってたらやべやつだ。だから無視していけばいいのに。頭の中ではわかってる。わかっていてもやめられない。で、被弾じゃないの？ギリセーフのようです。また当たり判定に助けられた。だからと言って被弾できん。またここからいつもの初見だ。落ちそうで怖いわー。今のはなんとなくわかった。このゲームならこれぐらいはやってくるだろうと。ヘビね、大事だ。次はどいつだ？こいつか。カエルさんさようなら。ってまたか。もう一回行きそうだが？来ないんだねー。すぐ裏切られる。裏切られるたびについ笑ってしまうのはなぜだ？精神崩壊してるからじゃないの？そういう考え方もあるな。
ここまで散々やられてきてるからね。しかしまだまだここから、こんなもんじゃない。この編集をしている状態のオープン主は知っている。で倒すの？無視できない。というわけでもう一回。今度は撃破。なんだ？嫌な予感がする。いつもでしょ？そうなんだけど。空中戦の予感だ。やっぱりな。鬼畜難易度じゃなければいいけどね。普通だった。って思わせといてこっからのやつだきっと。疑いの心しかない。そりゃそうだ。ってあれもかよ、危ねえって。すぐトラップだもんな。今のカラスも危なかった。でまた帰る。敵の攻撃が続くねえ。怖いんですけど。マジで怖いんですけど。乗り切りなさいよ。この程度では折れないぞ。カエルにやられても折れません。落ちても折れません。今度こそ行くぞ。気合はわかるんだけどねー。このカエル目、私を追い詰めよってからに。そしてこいつは何もしてこないやつだった。そしてこの後だな。空中戦だよ。慎重に行きましょう。コウモリには注意。落ちないように注意。でまたこいつか。負けてたまるか。もしかしてふうふう。なんとかクリアかー。何してるの？アイテムがないか一応確認しております。なるほど。ひとまずクリアだねー。やっと5の3か。先は長いねー。てかもはやこの辺になると、ゲームの解説自体はほとんどすることがないから、半分以上はウプ主のリアルな気持ちだな。それもいつもでしょ？おっしゃる通り。で、おのげっつ、ひとまずこれで戦える。でもヘビはやめてください。あんた、ヘビを見るとなぜか無視できないもんね。取り憑かれたように攻撃してしまう。だからといって空中戦もやめてください。なんだこの嫌な予感は。むむむ、卵。ってなすりかよー。一気にピンチだ。初見でなすりはやばい。いけるところまで、セルにエネルギーを吸収されている気分だ。体力がギリギリだよー。わかってるわ。うるさいわね。急いでおるんです。こう見えても急いでいる。しかしここでのカエルは脅威だ。よけろー。って無理かー。まあ今のは仕方ない。もう一度、この卵はなすび野郎だ。よしよし、2回目はさすがに大丈夫。この後がどうかな？何してんの？隠しアイテムの確認だ。ずっと前のステージはボットが隠されてた。だから一応確認。体力が犠牲になったけどねー。さようならもゲームオーバーも覚悟の上。でまた卵ですか。罠の香りがします。ここでのスケボーは罠のはず。やはり。落ち着いていこう。体力も減ってきてるよ。まだ慌てる時間じゃない。多分ねー。多分としか言えません。まだ今は優しいな。優しすぎる。岩も優しい。何かある。これはご褒美だな。ありがとうございます。独り言が多い。そりゃ多くもなります。初めての空中のジャンプ台。多分いける。トラップも想定ない。でも体力がない。またなすびかと思ったらキンキンのミルク。キンキンねー。そういうこと言ってると落ちました。もはやゲームオーバーもだいぶ慣れてきたぞ。その感覚がおかしいでしょ。最初に言ってただろ。なんだって？精神崩壊ゲーだって言ってたねー。このゲームはこんなものは当たり前。当たり前？はい、これも当たり前です。さすがに3回目。ここは行きます。またゲームオーバーになっちゃうよ。なんだと？なるわけないだろう。あんたもそう言いながら何回ゲームオーバーになってきたのさ。多分だけどだいたい20回くらいだろ。マリオ2の時から比べればコンティニューの回数だけで言ったらまだまだだ。でも精神的ダメージはかなりなものです。ベジータ様が最終形態のフリーザに圧倒されて涙をした時みたいに圧倒的な力の差を見せつけられている感じだ。またわかるようなわからないような例え。ドラゴンボール好きのアラフォー世代ならわかります。できることならこのゲームのクリアをカカロットにお願いしたい。フリーザを倒してくれ。そう言って涙を流しながらカカロットにお願いしたい。どんだけさ。それぐらい圧倒的な戦闘力の差を感じている。でもやめれー。すぐ叫ぶ。私の気合の表れだ。あ、一言言っておくけど、リアルウプ主もたまに声が出ている。アラフォーのおっさんなのに？大人になったって悔しいもんは悔しい。心もスキルもが緊張の時のまま。だから、悔しい。ってなるんだよ。まあ気持ちはわからんでもないけどね。っていうラジオだ。視聴者さんから、通勤しながら漫談を聞いてますよ。音声だけでも楽しめます。っていうコメントもいただいてたねー。嬉しかったなー。だから恩返しだ。高橋名人の冒険島。こいつで恩返し。でも難易度のハードルが高すぎたんじゃ？
そのハードルの高さを理解してません。っていう状態でのチャレンジだ。だから全てが新発見。ここのリフトも新発見。次々落ちるリフトにビビる。まだ落ちる。もうやめてくれ。さようならは勘弁だ。危なかったねー。マジで焦った。あんなに連続で襲ってくるとは。そう言ってたらいよいよ5の4まで来たねー。いよいよなのかやっとなのか、もはやその判断がつかん。生まれて初めてドラクエ1のプレイをした時の人との話し方がわからんのと同じくらい全てがわからん。でまたこの BGM なんだねー。また私を惑わしに来たか。この踊り出したくなる BGM。 この BGM のせいで雲が踊っているように見える。前編でも言ってたねー。私にはそう見えてしまうんだ。見えなくもない。ひとまず今の武器は大事にしたいなー。ここでさようならになったら、おそらく武器がしばらくもらえなくなる。そんな予感がする。なんとかこのままクリアしたいねー。そうなると一番怖いのは、やっぱりナスビ。ナスビでさようなら。それは避けたい。コヨーテね。今のはコヨーテっていう敵なの？そうらしい。一応調べたから紹介したけど、そんなことよりもクリアが優先。火に注意。ナスビに注意。って言ってたらカエルが出てくる。しかし私には武器がある。3匹も4匹も変わらん。今までのパターンからすると、武器がない状態でのここのステージは、相当苦しめられる。あんたもだいぶん学んできたねー。学びます。学んではいるんだけど、私の予想を裏切ってくるのがこのゲーム。でも慎重になりすぎると体力が削られる。そこがまた難しい。ヘビにも気をつけないとだねー。そうだなー。ヘビを見るとついつい攻撃を仕掛けたくなる。私の習性だ。その習性なんとかしなさいよ。先がわからない以上は多分難しいですね。ついつい攻撃してしまう。それにだぞ。よく考えてみろ霊夢よ。また何さ？やって後悔とやらんで後悔。どっちがいい？それはやって後悔の方がいいような感じはするけど、またそれっぽく言ってるだけでしょ？半分そうだけど半分はマジなやつだ。やらんで後悔よりもやって後悔。っていう。レトロゲー、脱線教育系チャンネルです。脱線しまくりじゃないの。って言ってたら火の玉ゲッツ、ありがとうございます。これは優しさなはずだ。さすがに優しさだ。またトラップがあるかもよ。多分ないと思うんだけどな。火の玉だから大丈夫。多分大丈夫。やぶれな。すぐ油断する。しかしボス戦だ。最初から武器を持ったままここまで到達。これはマジで負けれん。負けたら動画の尺がやべえ。そこですか？とにかく負けれん。ていてー。真剣ですか？真剣じゃー。敵の火の玉に注意。あぶれー。思ったよりも敵が硬い。ミスったらやり直しだよー。頑張ります。避けます。もう少し。よっしゃー。地味に危なかったねー。火の玉に当たるところだった。ひとまずなんとかクリアだー。少しずつボスも硬くなってくるんだなー。火の玉の頻度も多くなってる。ステージが進むごとに2発ずつ硬くなるんだってさ。やはりな、なんか硬いと思った。で6の1のスタート。苦手な海のステージ。ここはギリギリのやつか？で卵。なんでこりゃー。これは、ひどい。完全にやられた。こりゃダメだ。急ぐぞー。ダメかー。そりゃそうだよねー。悔しいぜー。嫌な予感だ。あのタコラッシュ。タコラッシュ？パトラッシュみたいに言わないでくれる？いやマジで、想像しただけでやばい。あ、一応確認。やっぱりナスビか。どうして取った？武器がない状態だったらもしかしたら斧になるかと。淡い期待だー。でもわかりました。優しくないということが、よくわかりましたよ。あの卵はないものとして考えましょう。まずはここのギリギリジャンプ。マジでギリだった。そしてタコラッシュ。何してんの？アイテムがないかと。ありませんでした。やられました。もう一度。よしセーフ。タコが多いねー。あんたの言う避けゲーだね。完全に避けゲーだな。どうせ武器なんてもらえない。そういうつもりで進みます。で3連肩つむり。やばそうな難易度。いつ雲が落ちるかわからん。でタコはブレー。ただただ飛んでいるタコ。しかし強敵だ。あいつらは友だ。強敵と書いて友、なんか見たことがあるなー。気にしないでくれ。いつもの独り言だ。で食らってしまった。もう一度行きます。よし順調。しかしタコスケの数がやばいぞ。乗り切った。3連肩つむりもセーフ。そう何度もさようならになるわけにいかん。意外と難しいここのタコトラップも突破だ。よしここまではスムーズだ。勝負はここから。またタコラッシュのやつ。
さっきはここでさようならになったからな。ここから何が来るんだ？魚かな？ありえる。雲が起きそうで怖い。どこかでやってくるはず。ここだ。ブグジュブーン。は使えないでしょ？悔しい。またやられた。またですか？またっていうな。なっちゃうんだ。こうなっちゃう。ゲームオーバーになりたくない。チェックポイントからスタートだー。やけにリズムに乗ってるね。タコが優しい。ような気がする。順調だ。不気味な感じがする。順調だったら順調だったぜ。こういうトラップ、危ねんだって。でも回避した。なんとかな。三つ目のチェックポイントだー。予想がつかん。でも何かある。そして卵だと？おーおー。助かるねー。これは大事にしたい。御用手が来る。よしよし冷静だ。さようならの音楽は聞き飽きた。それはあんたのせいでしょ？はい、だけど聞き飽きた。てってて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 。もうごちそうさま。で卵だと？火の玉。ここまで来ると逆に不安。やはりとんがった魚。そんな予感はしたぞ。また奴は来るはずだ。最後のチェックポイント。マジか。嬉しいんだけど緊張がやべえ。落ちる雲、とんがった魚、おまけにタコ野郎。注意を分散せねば。武器は投げまくって魚を威嚇しておこう。奇跡的に魚にヒット。何かが味方をしている。と思ったらこれか。始まった。拷問だ。これで終わりかな？まだある。さすがに終わりでしょ？まだまだ。これはきつい。一気に名人を消費した。消費しまくった。だがマリカ様を舐めるなよ。なんとかここまで戻ってきた。よくやるわー。引くに引けんのだ。しかし私はここで散々学んだ。タコとクモと魚のコラボ。タコクモ魚。突然どうした？実際そうなんだもん。そうやって襲ってくるんだもん。こうやって、せっかくここまで来たのに。は？どんだけだ。これが現実だ。あるがままをお送りしております。やっと魚を回避。この雲は落ちる？って上がるのか。また嫌な予感だねー。とりあえずタコを排除。これでいい。まだ焦るな。で今度はカラスだと？まあいい。戦闘は避ける。そしてこの後よ。まだ何かあるってか？お？やっと。やっとだ。地獄の海ステージ。ほんと長かったねー。このゲームはクリアさせる気あるのか？絶対ないだろう。ファミコンあるあるだー。まだ6の海？そうだよー。やるしかないか。卵か。こんなスケボー。絶対に無視だ。そうなるよねー。おまけに今は火の玉親父だ。できるところまでこれをキープ。マジで祈っている。むむむ、後ろから敵。と思ったら前からいわ。そしてコヨーテ。敵もいろいろやってくるねー。マリオ2の難しさをはるかに超えている。それはマジで理解しました。手口も似ている。罠の手口？そうだ。期待させといて。残念でしたー。ってやつだ。毒キノコでも散々やられたもんねー。これはボーナスステージだな。でも5万点には程遠い。今の私にとっては尺取り虫でしかない。でも全部取れるもんなら。って無理だった。果物の数も多いしねー。まあここで少しファミキンを休めよう。指が痛い。リアルなやつね。さすがに痛くもなる。そりゃそうだ。さて続きだぞ。またスケボー。虫です。当然虫です。火の玉がかかってるもんね。このゲーム、武器のありなしで、アホほど難易度が変わってくるからな。それも本当に学んだぞ。落ちそうだ。一気に行こう。と思ったらこれかー。リフトも落ちなかったねー。なぜだ？なぜここまでコケにされる？あんたが諦めないからでしょ？まあそうですね。にしても初見に優しくないだろ？マリオ2以上だと思うだろ？マリオ2は完全に超えてるんじゃない？ってことはまだまだクリアには程遠い。そういうことでいいですね。どう考えるかはあんた次第でしょ。そうだった。これも独り言だった。そんな馬鹿げた話もここまでだ。もうミスれん。そのセリフを聞くとすべて前振りにしか聞こえない。だわけ。前振りのつもりはない。いつでも私は真剣なのだ。プレイはマジで真剣にやっている。でここのボーナスステージは、飛ばしちゃう。それがいい。
よし仕切り直しだ。こいつは無視して進む。この先のリフトだ。あのリフトは落ちない。黙って待ってれば岩が来るはずだ。それで乗り越えれるはず。あんたなりの学習だね。岩のところはそろそろか？来た来た。ここで着地。後ろからも岩とは、手を抜いてこないな。さて今度は誰だ？帰るか。とりあえずやり過ごすぞ。あ、これは、おそらくあれだ。いただきました。ファイヤーです。慎重さを忘れるな。慎重になりすぎた。何してんのさ。そしてもう一発。やられるねー。そしてやっと戻ってきた。氷の場所はマジできつい。止まれないったらあやしない。前半でも結構苦しめられたもねー。苦しめられましたよ。真似しないでくれる？たまたまです。プレイはしっかりやっている。って7時間か。現在の集中力はどうですか？なんかねー、思考回路がやべーです。またショート寸前とかって言うんじゃないの？つい出てしまう。ってなんだ？これは、また来やがったかー。またコケにされた。急ぐしかない。急いでもダメか？今のは無理だー。あのナスビは回避できん。初見では回避できん。次は騙されないぞ。やっと戻ってきたねー。勝負はここからよ。武器で卵を割ってしまわないように注意だ。つららにも注意だな。って体力も減ってきてるよ。また食料問題か。安心してプレイはさせてくれんのか。ここまで来たらもう甘くないんじゃない？甘くないです。体力がやべえです。急げ急げ。キンキンのやつがあるかもしれん。キンキンのミルク、ここで出てきてください。これは？スケボーかー。絶妙に裏切る。急げば間に合うかも。ゴムリでもだ。体力が尽きたかー。そして一回ミスった。戻ってきました。石斧のゲット。ここからギリギリのジャンプ。よしよし、コウモリにも気をつけながら、確実に進みましょう。ここからは大丈夫そうかな？多分大丈夫。やっぱり多分になるもねー。大丈夫だった。一つのステージクリアするのに、コンティニュー使わないってのがほとんどなくなってきたねー。認めたくないが、これはマジでフリーザ様だ。こいつはまだ本気を出していない。私にはわかる。ってまだ6の3だけど、そう考えると恐怖でしかない。で今回はこの BGM か、またトラップの予感。花ですか、いちいち警戒させてくる。あんたが勝手に警戒しているとも言える。おっしゃる通り、しかし、警戒せざるを得ないのだ。正常な判断ができん。どんだけですか？この場所で帰る。やだなぁ、やめてー、仕方ない。状況安定なんですか？今度こそ。おお、危ねえなぁ。いちいちヒヤヒヤさせるわねぇ。また帰るか、もう一気。よしよし、むむむ、呪いの蛇だ。こいつを見ると殲滅させたくなる。あんたの我慢が足りないだけでしょ？そう思うだろ？めっちゃ思う。相手は私の心を読んでいるのだ。また相手はメンタリストだって言うの？だってマジで絶妙なんだもん。これでもかっていうタイミングで、さようならになっちゃうんだもん。まあタイミングは絶妙だよねぇ。それだけはわかる。私の天敵はヘビだ。なんだかんだでヘビに結構やられてるもねー。石斧の音に反応して攻撃してくるからなー。でヘビが来た。避けれなかった。もう一回だ。今度は大丈夫。ヘビがたくさんだねー。落ち着いて対処しましょう。今度は豚。こいつはイージー。体力も少しずつ減ってきた。そろそろ白い飲み物が欲しいなー。ミルクですか？キンキンのやつが欲しいですねー。そう思ってたら出てこないやつだよ。お、これはミルクか？は、ハニー様だと？なんか怪しい。わかってきたな霊夢よ。私も怪しいと思うぞ。こんなに優しくない。優しくないんだ。お、ミルクかな？ってなんじゃこりゃ。ひどすぎる。これは悪意だ。またコケにされました。今度こそは騙されんぞ。またフラグかな？あ、次のチェックポイントだ。そうか、さっきのナスビがショックだったもんだから、チェックポイントが目に入っていなかった。火には気をつけなさいよ。もちろんです。気をつけることだらけです。これは武器かな？よしよし。また卵？どうしよう。また罠かもしれないわよ。このジャンプ台、卵を飛び越えろと、そう言わんばかりのジャンプ台。さっさと決めなさいよ。はい。じゃあ取ります。やっぱりナスビかー。ふざけてるの？ふざけたらなー。悪夢だ。こいつはひどい。と思ったらゴールだと？あんたも忙しいわねー。私が忙しいんじゃない。このゲームが私の感情を大きく揺さぶってくるのだ。マジなやつだ。やっと6の4だよ。
いつもの BGM ですね。わかりますわかります。武器がないと大変なやつですね。理解してますよ。またあんたの独り言。ここまでクモ野郎が大量にいたからな。さようならになったら地獄の予感だ。でも動画の撮れ高って問題も。それはさようならになれと。そういうわけじゃないんだけど、やれるだけやってみる。てかクモがマジで多いぞ。カラスは確実に排除。やばい。ああ、ジグジョー。まあ仕方ない。ここからが本番です。ゲームオーバーから本番って、おそらく難易度はやばいはず。多分避けゲーだ。そんな予感がします。やはりクモらしか。どうなるかな？私だってここまでいろいろ学んできた。この程度。こうだ。今のところは大丈夫そうだね。ここも怖いが、なんとかセーフ。ここは飛び越えるかそれともくぐるか。飛び越えるのが正解か？嫌な予感だね。ああ、さらに2発。今度こそです。やはり飛び越えるのが正解か。ここは攻略した。ってなんだここは？間をくぐれと？ジャンプだー、ギリセーフ。カラスは避けましょう。ヘビも避けましょう。武器が欲しいところだが？やはりそんなに甘くない。そして後ろからだな。オーケーオーケー。オーケーじゃないでしょ。とりあえず進んでる。ここはギリギリジャンプ。よしよし。今度はなんだろうなー。カエルだと？後ろにも控えてるねー。控え選手のカエルか。何匹いるのかわからん。どんだけいるんだ。さらに一人犠牲だ。やっとカエルの連打を突破しました。ジャンプ台で飛び越えるのが当然だろ？と言わんばかりの雰囲気。何気に豚も隠れてた。一気に行ってたら豚と衝突だったか。今のはトラップだったんだねー。またクモかー。止まってる。と思ったら動き出した。なんなんだ。いちいちなんなんだこいつらは。ここはどっちだ？くぐれるかな？無理でしたか。ならば今度は勢いで、セーフセーフ。そしてくぐる。これは飛び越えてみよう。よし。最後はくぐってみよう。いけたいけた。このクモは優しさかな？ここだけいきなり簡単っぽいねー。と思ったらなんだ？ナイアガラのようなクモ。またわけのわからんトリッキーな配置。どうやっていけっていうんすか？わからん。とりあえず勢いでチャレンジ。やはり無理ですか。初見に厳しい。再度チャレンジ。ここはイージーだ。そしてダッシュかな？問題はここよ。勢いじゃいけないんじゃない？何かがある。てか。小屋どした？大量に消費した。やっと戻ってきました。今度こそだぜー。悩んでるねー。わからん。助走をつけて飛び越えてみるか。ジャンプ、何回けた。おうおう、後ろも大丈夫。名人のおじさんが相当犠牲になってる。これはなんとかせねば。このステージだけですでに軽く1時間は超えた。もう勘弁だ。ここまで来たら完全に引くに引けないもねー。これは、飛び越えてみましょう。てかいるか、怖えんだって。ここは、被弾覚悟ですね。ジャンプ、いて、やばい。なぜちょうどいいとこに待ち構えてるんですか？今度こそだぜー。やはりつまずき覚悟だな。行ってみよう。ジャンプー、いて、何回けたぞー。ボス戦じゃない？ああ。もう1時間以上も武器に触ってない。突然緊張がマックスだぞー。乗り切りなさいよ、あんたー。頑張るでー。なんとか頑張るでー。負けたくない。ここまでの苦労、無駄にしたくない。無駄に、するわけに考えてるだろう。プレッシャーにやられたねー。しかし突破口は見えた。1人、2人、何のこれ式、再チャレンジだ。しかし完全にボス戦の勘がなまっている。今度こそ勝ちなさいよあんた。当然です。信用ならんわねー。絶対負けたくない。負けたくないけど。被弾。また被弾。またチャレンジ。何回繰り返すのさ。これがやるだー。3度目の正直。って3度目の正直ってなんだ？そんなことどうでもいいからともかく勝ちなさいよー。怒られた。怒られたので頑張ります。怒られなくても頑張りなさいよー。頑張っております。というわけで3度目の正直でクリアをいたしました。霊夢さんのシャウトのおかげで勝てました。霊夢さんもいよいよですね。ついつい叫んでしまった。気持ちはわかります。てか。やっと7の1ですか？
豪華町の番組だと、豪華町はここのステージでギブアップしたって書いてあるね。マジか。これをプレイしている時のうぷ主は、当然のようにそんなことは知らん。ここがどれだけ難しいのか、そんなことも知らんでやっている。もしいろいろ知ってたら、マジでやってないですね。てかこの時点でちょっと悩んでいる。まず一人目。この企画を続けるか、はたまた諦めてお蔵入りにしちゃうか、マジで迷った。けど、やめん。結局やめないのね。だからこうして動画にできている。このソフトをプレイしていたのは2021年の12月。本当にたくさんの視聴者さんに支えてもらってここまで来れた。ならば恩返し。私なりの恩返しを全力で。っていう気持ちでの初見チャレンジなのね。私なりのだけどな。だからやめれない。やり通すんだ。ここはちょっと怖いが。スムーズにやり通す。ギリギリじゃないの。ギリギリでもやり通す。しかしこの先は何が待ってるんだ？どんなチップトラップが待っているのか。もはやそこが気になって仕方ない。騙され続けて10時間。うぷ主の戦闘力もちょっと上がったかもしれません。これだけ痛めつけられればねー。てかまた食料問題か？果物が出てこないねー。なんとなく平和だが、食料がない。圧倒的な栄養不足。しかしここで空中戦、バナナを発見。一つだけ補給、かなりせかされる。急げ急げ、しかし危ねえ。急がしてもくれない。体力がやべえ、ギリギリだ。どこまで行ける？時間切れになるよ。卵を発見、でも間に合わなかった。行けそうだったのにねえ。ゲームオーバーで最初から、気を引き締めろ。って言ってるけど、集中力との戦いもある。こうなる、さらに。落ちる、挙句の果てには、豚にも、やられてるねえ。よし今度こそ、と思ったら、落ちる。精神崩壊大丈夫ですか？まだいける。そしてやっと戻ってきた。食料問題をなんとかしながら。やっとここまで、ジャンプ台のところまで来たぞ。一旦踏んどいて、そこから、ジャンプルー。はぁ、ダメ押しなすぎ。そして落ちる。でもゴールが見えました。G という看板が見えた。もう少し、あと少しなんです。ここを越えれば G の看板。今だ。ジャンプー、いけた。もっかい、ジャンプだー。いちいち叫ぶ気持ちがわからんでもないわー。もうねー、ここまで来たら気合しかないんすよー。そうなんすねー。いよいよ私を意識したか、霊夢よ。真似してみた。で次のステージはどんなかな？海ですかー。もうこの時点で恐怖。落ちる姿が目に浮かぶ。魚も私に突撃してくる。そんな情景が目に浮かぶ。でもおかしい。いきなりファイヤーだと？怪しく思っちゃうよねー。当然だ。突然この優しさはおかしい。たまには信じてみたら？信じても信じてなくても結果は多分同じだ。ほら、タコも絶妙に邪魔してたねー。ってことで戻ってきました。今度は突破。カエルは念のため排除だ。よしよし。ここからどうなるかな？二つ目のチェックポイント。あの雲はなんか落ちそうだ。あ、でも果物を。ってやっぱり罠だった。面白いように引っかかるねー。もはや私は操り人形、マリオネットだ。それでも今度は騙されない。また落ちるのか？連続か。からの卵？ナスビかと思った。もはやナスビがトラウマ。さあ来い、鬼畜ステージよ。突然強気ですか？いつまでもビビってられるか。ビビってたって始まらない。とにかく前進していくのだ。また何かの前振りかな？そう思いたければ思うがいい。私はいいカードの奴隷のように。皇帝を撃つのだ。エンペラーを撃つのは奴隷しかいないのだ。帰るね、せいぜい。前振りに聞こえてきましたけど？何を言う霊夢よ。この無双状態。ほらここにも卵。やはりファイヤー。あと気をつけるのは、タコと雲と魚のコラボだ。コラボだけは要注意。この辺から怪しいぞ。やはり魚、よし突破。にしても優しいな。不気味だねー。聖帝はこんなに優しくない。サウザー様になってるじゃないの。もはや何でもいい。とにかく相手は強敵だ。このまま行きたい。って今まで何度思ってきたか。そして騙され続けてきた。しかしやめない。って本当に優しいぞ。でもいつか来る。きっと来る。それがいつかわからない。それが怖いんだよねー。最後のチェックポイントだー。そろそろだな。火の玉でとにかく威嚇だ。
よし成功。このまま、ナイス威嚇。タコは警戒だ。ああ。く、やられた。もう一度だ。よし突破だ。なに？雲が離れすぎてます。トラップはここだったんだね。しかし繰り返す。私は何度でも繰り返すんだ。やはり上の雲に届かない。そしてさらに1ミス。であれば乗る雲を変える。これだ。ジャンプー、ジャンプー、もっかいジャンプー。それでも届かない。そしてこのラッシュ。なんかやられるじゃあ。でもやめられないでしょ？やめれないですね。意地になってますからね。さて最後のチェックポイントから再スタートですよ。ってことはいけるってことかな？それを願いたいですね。てか一番願ってるのは私だ。今度こそだ。ここだ。ギリギリの高いところで着地。そこからジャンプの連打だ。今だー。ジャンプー、ジャンプー、さらにジャンプー。いけた。やっと。何跳ねてんの？喜びの舞です。マジなやつです。さっさと行きなさいよ。いや本当嬉しかったんだよ。ってゴールなんだねー。ここも本当にきつかった。もうどう表現していいかわからん。次のステージ、どんなかな？鬼畜なのは変わらんはずだ。いよいよここまで来たか。挨拶代わりの花か、おしゃれなやつだな。そういうもんですか？そう捉えました。岩は避けて攻撃。さらに攻撃、ここまでは順調だ。まだトラップが来てないからねー。そうだなー。むむむ、コヨーテ予告の花か。後ろにも警戒だ。まずは帰る。よし、そしてコヨーテか。ナイス回避。火を飛び越えて、と思ったらカラスの壁。今のはしょうがない。2回目、3回目、今度こそだぜ。丁寧に撃破だ。これで安心。油断したらダメだよ。ギョイ、信用できないギョイだけど。油断はしとらん。相手の戦闘力の方が上なんだ。そりゃ油断してなくてもさようならになる。初見さんに厳しいからねー。見たことがある光景だ。火が危ねえ。ギリギリセーフ。やはりあの蛇は先に排除せねばならん。よし、そしてこの後は、また蛇か。他にも来そうだな。岩のダブルか。わかりました。一人で納得してるけど、こうやって学んでいる。今度は岩のダブルに警戒だ。これを華麗に避ける。ギリギリ？ギリギリでした。危なかった。リフトに注意。落ちないか。次はどうだ？やはり、手届かなかった。そして犠牲者が3人。今度はいけるはず。てかゲームオーバーの度に最初からってのもきついねー。地味に響くんだよなー。てかこれはトリッキーなフォーメーション。私を惑わしに来たか。この蛇の存在もやはり気になる。無視していけば？そうします。帰るか。なんか後ろにもう一匹いそうな予感。なのでこいつは念のため排除だ。あんたなりの予想ね。さようでございます。やはりいた。ってことで丁重に。さようなら。今度は体力が危ないよ。ほんとだ。急がねば。チェックポイント通過だー。体力がほんとやばい。急げ急げ。とにかく急げ。って言ってたらやっぱりこうなる。さらに一人。二人。しょうがない。しかし戻ってきた。市長のように。フェニックスのように。私はフェニックスの一騎だ。ってあぶねって。全然一騎じゃないでしょ。いやいやここからだ。ここから頑張ります。果物は確実にゲット。落ちないように注意だよ。任せとけー。でも体力やべー。壺は虫一択だ。そしてチェックポイントだねー。食料問題が深刻です。このままいけたらいいんだけど。でいけるわけなかった。ですよねー。もう一丁、一つ学んだ。ここは二手に分かれる。でもこのコウモリは効いてないぞ。嫌な予感しかしない。どうやって避けるんですか？せっかくここまで来たのに。やり直しだねー。また最初からってのがメンタルに刺さる。再び到着。ああもう。だが学んだ。見えたぞ。何が？突破口が見えた。ほうほう、ここで待つんだ。これでいけるはず。危ない、超ギリギリ。カラスさんは大丈夫。この後ですねー。何が来るんだ？嫌なカエルだ。しかし華麗なジャンプ。またトリッキーな配置。これは危ない。早戻らねば。起きた。今度こそだー。でやー。よし突破だ。この後のカエル野郎とコウモリ野郎、難なく突破してやる。すでになんだらけでしょ？この程度のやり直しなど、もう慣れた。宿敵コウモリ。
絶対に許さん。私は怒ったぞ。いよいよ怒った。また待ち構えている。コウモリめ、あいつが憎い。飛び移ったらジャンプですぐさま回避。ジャンプー、からの。なんなのさー。なんなのさーって言われても、こうなのさー。私も見てられないわよ。私だってやってられん。あんたは勝手にやってるんでしょうよ。そうだ、私は勝手にやっている。全クリという目標を掲げて無心でクリアを目指すんだ。そうだ、私はついに達したぞ。今度は何の前振り？前振りなどではない。今超えたのだ。何を超えた？戦闘力5の限界を超えた。は？またしょうもないことを。見てろ霊夢よ、私は待つのだ。コウモリの悪の気を感じる、その時まで。ここだ。そして華麗な、ジャンプだ。おうおう。華麗かどうかはわからないけど、なんか超えたねー。もしやこれは、ゴール？ゴールですか？よっしゃー、クリアだぞー。また何してんのさ。この達成感がわかるだろ、霊夢よ。それはわかるけど、踊ってないでいいから、さっさとゴールしなさいよ。はい。なんというゲームでしょう。アラフォーのおっさんをここまで崩壊させてしまう。この難易度。いや、このソフト。壊れております。あんたがね。はい。私が壊れております。で、今回はこの辺までかな？そうですね。名人の勝数は165人。この後の次回予告も注目だよ。ここまで見てくれた皆様本当にありがとうございます。続いて次回予告だよー。いよいよ最終話だね。ここからもほんとひどい。こんなのは当たり前。こんなのデフォルトです。ここはそれらしく見えるけど。見えるだけです。なすびなんて当たり前。つまずくのも当たり前。体力がギリギリ。ナスビもレギュラー出演します。は？どした？これがやるじゃあ。さようならの音楽を全部で何回聞いたことか。そしてこの鬼畜ステージクリアをして解説を見るまで、この八野さんが相当やべえところだってのはマジで知らずにプレイをしている。防火庁の番組では、ここのクリアに9時間かかったとか。後で知った時は面玉が飛び出たぞ。そしてこのナスビ、当たり前と言わんばかりのナスビの出演。そんなにナスビが出てくるの？出てくるというか、どんなに考えても取らないと進めなかった。そんなとこがあったんだねー。そしていよいよこいつの出現。こいつにたどり着くまで20時間はぶっ通しでプレイをした。これはうぷ主、相当やられたねー。というわけで次回も楽しみにお待ちくださいねー。そういうことで、高橋名人の冒険島、次回いよいよ最終回。果たして名人のおじさんはどれだけ承知してしまうのでしょうか？ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。最後まで見てくれてありがとうなんだぜ。まだまだ動画をアップしますので、チャンネル登録してもらえると、心の底から喜びます。レトロゲームは夢がありますからね。